あ、グレン君、久しぶり。ここで何をしているの？うん、メレンダちゃん、久しぶり。ユサクへ行ってる。夏休みに日本へ行くんだよ。わ、私も夏休みに日本へ行く。君はどこへ行くつもり？あ、どこへ行くか知らないけど、俺にとって雪が降るのは大事なことだよ。そうか、アキラ県ってあまり知らない。東北地方は寒くないの？ねえ、夏休みは日本で一緒に遊ぼう。ねえグレン君、白神山地を知ったことがある？それは山だけじゃなくて森林もある。原森林と安満の滝へ行ってみたい。ここに着くため歩こうしてはいけない。有名な観光地だよ。そうだよ、すごそうなところ、僕も行きたいな。さあ、この土曜日はね、七夕祭りが催される。一緒にいてくれない？七夕はどんなことをするの？七夕にとって少女と剣牛が会えるんだ。毎年一回だけ二人は会うことができる。祝いには長い切り紙で欲しいことを書いて木につける。そして七夕に浴衣を着るとか花火を見るとかするんだよ。めちゃめちゃロマンチック。花火あるのなら楽しそう。日本の祭り大好き。七夕の他にもお曲がり市の花火もあるよ。この花火が日本で一番のために、お曲がり市の花火も見たい。この花火では8月の4番目の土曜日にあるよ。1910年に行い始めます。たくさん日本の花火の専門家行くんだ。七夕か大曲がり市かへ行きましょうか。そうだよね、祭りはいつもおいしいお菓子もあるよ。なるべく食べたいの。私も新しい食べ物なるべく食べてみたい。秋田県の食べ物できりたんぽ鍋がある。鍋物と串溶けご飯からできます。まずご飯をすりつぶして、それでこのご飯の串刺しにするんだ。この串刺しは白焼きして、最後に鍋物の中にダンプリングとして食べるんだ。行くぞ。すごいだった。そうだ、そろそろ私に東京で遊びたいの？うん、東京へ行ってみたい。よし。